ターネームトゥーパンプスさん、はい、今の持病の原因になったと思われる熱中症で倒れた時のお話ですと、うん、はい、意識が朦朧とする中でうつむいていたら目の前に空からキラキラ金粉のようなものが舞い降りてきました。顔を上げると周りの景色が一変していて綺麗なお花畑に一人で立っていました。やばいじゃない。目の前には小川が流れていて小さな橋の向こう側には亡くなったはずの人たちが立っていて私に手を振っていました。よく見ると私に手を振っているのではなくて向こうに行けと私を追い払っていたのと、はい、私はそれを見た瞬間に目の前が真っ暗になって気づいたら病院のベッドにいたんですって。今でもリアルに覚えてる夢ですがこの話をしたら意識不明になって命の危険があった人に共通する話だそうです。そういうことです。あの世のサンズの川ですか。そう経験したんですって。へー、待って、ラジオネームハワイのママちゃんもね、はい、いとこが亡くなり彼女がキラキラ綺麗なお花畑でママを呼んでる夢を見てからと、うん、テレビでこれが天国ですとあの夢と同じでしたとママもあの世から帰る経験をしたので信じるわと。へー、そう、私の実は親戚のおばさんもちょっと意識不明になってしまって、うん、でも戻ってきたんですけど本当にこういう夢を見たって、川があってって、でもおじいちゃんがこっち来るなこっち来るなって言ってたって、うん、ね、だからこういう夢もあるんですよね。何ワクワクしてるんですか。いやだって実際に経験できないじゃないですか。変なワクワクというかワクワクじゃないけど、もうやだな、怖いねえ。それを渡ってしまったらということですよね。俺でも渡っちゃいそうだもんだって。あーっつって、ね、渡りそうですよね。つって そのパターンあるの。渡って帰ってこれない。あーしまった、渡るんじゃなかったってなりそうだもん。なんとかしてでも泳いで帰ってきそうですけど。いやーやだな。